きなり起きました。うん、あ、お母さん助けてください。ハリケーネ、このコーチは美容ハリです。今日もモデルの直さんです。はい、よろしくお願いします。月1メンテなんて、はい、今回は3週ということで結構ね、キュッとありましたね。意外と元気ですよ。疲れためないっていうの、あのお通じの調子はどうですか？意外とまさかの1日2試合みたいな。2試合デトックスですね。よかったですね。はい、はい、ね、やっぱりね、肌の調子もいいんじゃないですか。そうですね、ありがたいことでよかったです、はい、やっぱりね、お通じとか、まあ、自律神経ね、整えていくとすごくいい感じになりますから、はい。一応なんか今日はぐちゃぐちゃなんですか、脳が脳と全身が開口一番調子は良かったんですけど、いろいろやりすぎてしまって、友達のお引越しがあって、はい、なんかちょっと手伝うことになり、はい、腰に来てトラック乗ったんですけど、はい、エアコンも効かなくて今日この天気ですよ。このムシムシした天気、最高気温28度とか、ね、車内はもう30度近いぐらいあるのに、30度あって効かないですか？効かん、もう半分熱中症になったんじゃないかなと思って。ちょっとだるい感じですね。全身だるい感じ、はい、さっきちょっとお話出てましたけど、なんかぼーっとするんですか、ね、集中力が、まあ、でもそもそもない、そもそも集中力なかったんだっけっていうのは、なんか仕事がはかどらない、多すぎるんじゃないですか。同時進行したいのに一個のことをよぼよぼやってるみたいな、ポンポンといけないんですよね。すっきり休んでないんじゃないですか。その言葉すっ、もうね、すっかりそのままお返ししたいんですけど、僕もこの3週ぐらいは全然休んでないですけどね。今日も24時から会議ですし、ちょっと健康に気を使った方がもうちょっとねどっちが持ってか分からなくなって本当にそうなんですよね。ジオハリクイーンとしてはクイーンということで、全身調整ね、していって元気にしていきたいなと思います、はい。全身疲労ってあるってしょうがないとか、熱中症の方とか、ボーッとするとかも総合的に治す治療がありますので、もしかしたらいろんなものが出てくるかもしれないですけど、でもいろんなもの出てきても寝てますからね、ほぼね。水玉一瞬で起きますけど、あとは針になったらもうほぼ寝てますので、ね。はい、ということで、いきたいと思います。こう。全身だるだるっていうのは、数日後にコメントいただけたらと思うんですけど、グダグダだとですね、いろんなとこ怖がってると思いますので、手をまっすぐにしていただいて、はい、右左していただいて、こちら側まあまあ硬いですね。45度ぐらいですね、両方。頭がぼーっとするとか、はい、熱中症気味とか、うん、熱中症でも直後はまた別なんですけど、うん、あとブレインフォグって言って、こう後遺症とか、後遺症とかちょっとなんかあって、うん、集中力が上がらないとかぼーっとするとかもあるんですよ、はい、うん、だからもしかしたら熱中症なのかだるいのかなと思いながら、実はそういう、副反応みたいなね、とか、後遺症みたいなのがあることもまれにあります。でそういうのが改善するのが11年でできます。はい、これは脳を活性化したいんで、背中から脳に上がっていく徳脈っていう経絡を活性化すると結構スッキリするんですね。後傾心脈っていうのを使うんですけど、左手の手を握ったところの小指側に10円を貼ります。これ後傾で、心脈っていうところが足の外くるぶしの下にありますね。ここに1円を貼ってください。後傾心脈、これで頭すっきりブワッとしますから、じゃあ合わせてみてください。はい、おお、いきますね。あ、伸びました伸びました、はい、お、いいじゃないですか。多分バッチリです。5度ぐらいは、はい、結構動いてます、はい、はい、ということでこれやってもらうとですね、頭すっきりしますので、ちょっとだるいなっていう時とかはこれを貼っていただくとか、夜寝る前とか、また朝来た時とかに貼るのもいいですね。で僕もたまにこれ貼ってますので、では早速施術行ってみたいと思います。それでは全身だるだると熱中症だったりとか、もしかしたらちょっとだるいとか、力が入らないとか集中力がない、ブレインフォグって言いますけど、そういうのはね、の後遺症だったりとか、過去にですね、かかった後もまだだるさがついてるっていう方ね、意外と、鍼灸治療ですね、
めちゃめちゃ元気になるんですよね。あのすっきりします。嗅覚障害の方とか味覚障害の方も施術して30分後とかでね改善したりもします。でじゃあこういうことですね。ピッと今こう重だるいとか毛だるいとかちょっと集中力がないとか、これって原因全然わかんないじゃないですか。原因ってわからないようなものに対して、治療していくのって結構ね東洋医学が得意なんですね。でまずこのここ今だるいっていうところのこの根底にあるのは何なのかというと、今ですね根底にあるのは自律神経の乱れなんですね。で自律神経とか生命力、自分でパップするっていう生命力が下がっている。でこれ気血水とかで整えて、我々は東洋薬のバランス、木下土根水、肝心肥肺腎っていうね、まあ、そういう臓器があるんです。臓腑経絡がエネルギー下がっているところを上げてあげると結構ね自分の自然治癒力とか上がったりとかしてですね、回復します。で自律神経が整います。そしてエネルギーのバランスなんですけど、エネルギーのバランス、人間の体って気血水のエネルギーのバランスがあって、エネルギーがこうぐる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 回ってるわけで、その回転が遅くなんですね、まあ、循環が悪くなるようなイメージをしてもらうというですね、気血の流れもあるわけです。それが滞ったりとかすると調子悪くなる。その結果、ちょっとブレインフォグが起きたりとか、回復が悪いとか、なんかぼーっとするなって言っても、まあ、30分で治る人もいるし、まあ、15分ぐらいちょっと目つぶって休んでれば治る人もいるし、はたまた1、2週間続いちゃう人もいるわけですね。それです。自分の生命力、自然治癒力が下がってるわけです。じゃあこれどうやって治すのかっていうと、こういうのはね、鍼灸治療が得意です。ということで、これから是非調整をしていくわけですね。めちゃ元気になりますよ。で脈を見ていきます。ちょっと舌を見せてください。ちょっとビーって出ます。はい、完全おじんけですね。あ、おじんけです。あ、もう足上がんなそうですね。ここキープしてみてください。頑張って。ここキープしてください。いや力比べをしたいんですけど上がんないですね。ここキープしてください。こっちはまだ上がるんですね。こうね、こうやってこっちは何そんな下げたい無理無理で頑張って上げてて無理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 もう全然無理ですよ。そんな足上がんないんですか。なんでですかね。これはお人魚ですよ。これ大丈夫ですか。あ、OK。結構上がるようになってますよ。はい。これ OK じゃないですか。さっきより上げられますね。さっき。あ、さっきより、あ、力が入ります。さっきだって上がらなかったじゃないですか。上げてみてください。普通に上がりますね。さっきもグダグダで。なんかちゃんと自分の足って感じします。力が入る。そうだね、おじんけなんです。なんか声なんで東洋医学なんです。たった。一つのツボでできます。でもね、これですね、もう結構元気になってきます。これキープしてみてください。もうキープできますね。なんとか、はい、こっちも上げてみてください。はい、全然上がると思います。 OK、で、正面域が割れるわけです。これです。あ、うわ、え、メンマがいます。メンマが、メンマ、はい、そして日の契約に入れます。はい、これで、あ、もういいじゃないですか。あ、大丈夫です。あ、もういいですね。いいお腹になりました。やったー。で、熱中症とかもですね、免疫力が下がってて回復力が下がってるので、肺大腸いい日っていう、これ退院陽明系っていう治療なんですけど、これね、エネルギーってぐるぐる回転してるんですけど、退院陽明系っていうのは一番エネルギーの回転のスタートなんです。で、これが回転がでブーンって回るように、ブーンって回るようになるとですね、こういうところどころ詰まっている配管がね、丸い配管で詰まりがあったりとかするところ、エネルギーが滞っちゃうんです。それがぐる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 回るようになるっていうところですね。あとですね、頭皮にですね、ポイントがあります。で、これやるとですね、活性化してむちゃ元気になるんですね。
はい、ということでここですね、呼吸循環ポイントっていうのは、うん、ここに入れます。はい、ここですね、ここです、両側に入れます。はい、正直ですね、僕が日本では僕が教えてるしかないので、ジュジュ先生いないんで、この治療法、まあ、うちの会員さんとかね、あの地方の方で受けてみたい方は地方の会員さん、自己紹介できるんで、ぜひね、概要欄とかで問い合わせてください。本当に良くなるんですよ。でほぼ寝てますね。はい、ここに電気をかけていきます。なおさん、この治療するの久々ですかね。全然起きませんね。ということで、スタート。電気かけていきます。それでは、10分ほどお休みいただきます。それでは、時間になりましたので、針を取っていきます。だいぶ全然グニャグニャです、ね、きつくないですね。大丈夫です。はい、ということでこれからですね、背中側の治療もしていきます。全身疲労なんでね、今度は背中側ですね、凹血とかを取りながら、まあ、浮かべさせてですね、あの背中周りですね、気血流れを良くする針をしていくとかなり良くなりますね。それやっていきたいと思います。いきなり起きました。びっくりした。急に痛い。いやいや。痛い。結構弱みにしてます。ゆっくり。それは大丈夫です。ん？ああ、もうダメだ。それダメ。もうダメだ。予感しかない。強くやってないですけどね。ないうわ、お母さん助けてください。じゃあちょっとここある技を使っていきましょう。これからちょっとですね、シラクという治療法をやっていくんですけど、これね、おけつをこう出すっていう方法ですけど、まあこれ神経質さんはですね、やる、まあ独自の技術であるって政府見解も出てますんでね、まあそういったものを今からやっていきます。だろうな。向かいですね、脈診をしながらですね、この当てるところを定めていきます。初ですかね、これね。吸ったら起きるかな。だいぶ凹凸が出るんですね。なおさん、脱水ですね。ちょっとドロッとしてます。
素朴な疑問なんですけど、磁石。磁石なんですよ。大丈夫。うん。今そういうのはない。はい。ということで、ジパーのアイスみたいな。全身疲労ね、結構ぶわっと今とんでもないことになってますけど、これ太っていきます。結構なサラミが。結構トゥーバーってますね。おかしいな。いや、相当おぼんだわ。最終メンテナンスだけど、6週空いてたらどうなってますか。ねえ、あららら。はい、でこれね、仙骨のところ結構やばいんで、お話します。あ、相当見てましたね、ここね。あ、で使ってください。あらら、いや、痛いだし。それでは全身ね、疲労困憊プレインフォームとか、ね、背中の包血取った後に針するすごくいいんで、それではやっていきます。はい、大丈夫ですか？ちょっと揺れます。ここね。あー、はい。はい。絶対に見よう見まねでやれないでくださいね。はい。はい、それでは10分ほどお休みいただきます。それでは腰背中ね、取っていきます。それでは動きチェックしてみましょう。はい、全身だるいのはですね、もうすでにだいぶすっきりしました。すっきりしました。熱中症が嘘のなんか軽くなりましたね。はい、素晴らしいです。はい、では手を合わせてもらって、右左だいぶいきますね。結構いく、結構いきます。はい、おはい、いい感じですね。はい、はい、熱中症後にちょっと歩いとか、ね、今ですねとか、の接種後のこうブレインフォーグ、ボーッとしたとか、力が入って集中力が上がらないとか、そういった症状の方にですね、結構効きますので、ぜひですね、こういった症状がある場合ですね、病院にかかってなどなんか問題ない、脳の方にも全く問題ないということだったら、東洋医学的にね、あのエナジー鍼灸というのなんですけど、これをやるとめちゃめちゃバッと良くなります。うちの家です。ここはね、研修センターですけども、横浜元町と銀座に院がありますので、概要欄からお問い合わせいただければなと思います。このエナジー鍼灸できる先生150人ぐらい全国におりますので、まあ、地方の方もですね、ご相談いただければ紹介していますので、ご相談いただければなと思います。他にも先生の動画で制服屋の動画を配信しています。次の動画もご覧いただければなと思います。はい、あと最後ですね、皆さんにお願いします。この、配信見てる方ですね、大体8割ぐらいが、8割9割ぐらいがまだチャンネル登録していただいてないんで、たまに施術のライブ配信とかしますんで、チャンネル登録、高評価の方で応援よろしくお願いします。どうも、こんばんは、なほです。はい、あんなにぐったりしてたのに、おかげさまですっかり元気になりました。ありがとうございます。また疲れた頃にお邪魔すると思いますので、その時はよろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。
がとうございました。慣れてますね。なかなか喋れないですね。皆さんね、たくさん褒めていただいてありがとうございます。喋る人もね。体本当に痛かった。ありがとうございます。